どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。はい、ターンホールじゃなくてチャンピオンリーグ2了解ザウルスさんのリプレイでございます。はい、この配置ターンホール10でですね、トロ上げしていらっしゃる方結構ご存知の配置難度ではないでしょうか。これ私もですね、たまに見かけるんですよ。でですね、まあこうツイッターとかでもこういう配置ありますよみたいな感じで見たことあるので、まあなんか流行ってんのかなみたいな配置ですよね。早速 100% リプレイを見ていきたいと思うんですけれども、編成はヘビメタですかね。まあヘビメタではないですね。自信を使わないので、まあそのゴレベッカで挑んでいるという感じでございます。まずヒーローが30-30のヒーローが敵にいるんですよね。はい、見ていきましょう。まずこちらしっかりと、穴開けしています。これバーバリアンいらないと思いますね。これは直で開くと思います。そして、ジャイアントじゃないよ、ゴーレムで、まあ、面を取っていくと。そしてアーチャークイーンを中心部に出して、中央ペッカ2、そしてペッカ3、バーバリアンキング、すごいな。そして援軍にはですね、ジャイアントが7体入っているんですね。これ別にいじめでジャイアントを入れてるわけではなくて、了解ザウルスさん、ジャイアントくださいということで、いつもジャイアントを編成に組み込んでらっしゃる方なんですよ。これ非常にこうジャイアントをしっかりと使ってるんですよね。はい、そしてもう全体的に見てもらえばわかるんですけれども、ターンホール10の全開リプレイって結構そのもう前線が押し上がっているというか、こちらも今回前線がしっかりと押し上がってますよね。一箇所だけこう突破していくのではなくて、本当に面でこう押し進めていく、そういう攻め方がターンホール10で星3を取れる条件かなと私思います。ですね、相手に援軍が入っていなかったんですけれども、まあポイズンも積んでいるので、例えばこうマルチなどでね、あのマルチにまあラバハウンドが入ってることももちろんありますけれども、まあそのネクロマンスターとかが入ってても余裕だったかなと思います。そしてまあアーチャークイーンレベル40ということで、ラバハウンドとかも円滑に処理できてしまいますよね。はい、そしてジャイアントが下から来てます。ジャイアント選手壁殴ってますね。はい、そしてジャイアント選手を後ろから出していくことによって、まあこのジャイアントがいなくても勝てたとは思いますね。はい、ゴーレム先生もちょっと1個残っているので、はい、ということで防衛施設がなくなりました。これね、このリプレイを通してやっぱり皆さんに伝えたいのがですね、まだターンホール9の方もですね、ぜひとも聞いていただきたいと思うんですけれども、やはり前線を上げていく、もう要するにそういう攻め方って要するに綺麗なんですよね。要はなので皆さん綺麗な攻め方をするっていうのがまあ一番難しいんですけどね、このゲームで。まあそうなんですよ。ということで今回はこのベース、皆さんもですねやってみてください。ターンホール10の方もちょっとやってみてるといいかもしれません。ということでご視聴ありがとうございました。